皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。9月の終わりにですね、これ iPhone 13 Pro を購入して、こちらですね iPhone 11 Pro から、乗り換えたわけなんですけれども、その間ですね1ヶ月ほど、11 Pro と13 Pro の比較動画とかですね、13 Pro の検証動画を撮影するために11 Pro をですね使ったりということで、結構ねこの並行して使っていたんですね。で、実際のところですね11 Pro のカメラ性能も結構いいので、撮影の効率も上がりますし、このままね手元に置いとこうかなというふうに11 Pro 思っていたんですけれども、やはりですね当初の予定通り、次のユーザー、うちの妻なんですが、いつになったら11 Pro が自分のところに来るんだというふうにせかされるようになりましたので、1ヶ月経ちましたし、そろそろですね11 Pro のデータを消去して妻に渡そうかなと思います。はい、で古い端末をねデータを消して初期化するにあたってですね、僕と同じように誰かに譲ったりですね、あるいは買い取り転売に出すという方がおいでると思いますので、せっかくですのでね、そのデータの消し方、 iPhone の初期化の仕方、これをね撮影して皆様にねお伝えしたいなと思いまして、この動画を作っております。で、今まで僕も iPhone の初期化何台かやってきたんですけれども、 iOS15 からですねちょっとね手順が変わりました。で、今まではiPhone 自体のデータを初期化する前にですね iCloud からサインアウトしたり、探すをオフにしてアクティベーションロックを解除しないといけないと、というような手順を踏まないといけなかったんですが、新しい OS からはですねそれ一括でできるようになったんですよね。で、そういう変更点もありましたので、今回ね動画にすることにしました。ということで iPhone をね初期化しないといけないという方はね参考にしていただけたらと思います。それではね始めていきましょう。はい、それではね iPhone の初期化の手順をご説明していきますけれども、その前にですねまず前提条件として、古い iPhone から新しい iPhone にねデータの移動ですね、これを完了しておいてください。で、僕の場合は iPhone 13 Pro を購入した時に、古い iPhone 11 Pro からクイックスタートでね全てデータを引き継いでおります。で、データのね移行の内容ですけれども、写真やアプリの移行とか SIM カードの入れ替えですね、それから LINE をお使いの人は LINE の内容の引き継ぎとか Suica の引き継ぎとか、また Apple Watch をね使っている方は Apple Watch のペアリングを古い iPhone から解除して新しい iPhone に引き継ぐということを行ってください。で、それが全てねもうできているという前提で今回はねお話ししていきたいと思います。で、その iPhone の初期化の手順ですけれども、これから全てねデータを初期化して下取りとか買い取りにね、出すわけなんですけれども、でその時にですね必要になる情報がもしかしたらあるかもしれませんので、それのね見方を先にねご説明しておきます。はい、設定からですね一般ですね、でこの一般の画面の一番上ですね情報というのがあります。ここをタップしてください。そうするとこの iPhone の情報が一覧できるねページになります。下取りとかですね買取転売の場合に必要になるのが、ずっと下の方のこれですね IMEI、 この数字が多分必要になると思いますので、これを控えておいてください。で、今この11 Pro の画面はもうすでにね SIM を移行しておりますので、こういう画面になっておりますが、はい、このね左側新しい iPhone 13 Pro ですね、こちらには SIM が入っていますので、ここですね物理的 SIM という欄があって、ここにねネットワークとか IMEI の情報が入っています。まだね端末 SIM が入っているという方はですね、多分こういう風な画面になると思います。はい、あとね必要になるものとして、例えば機種名なんかはねここに表示されていますけれども、モデル番号ですね、でこのモデル番号をウェブでね検索すると、この機種が何ギガバイトとかね、そういったストレージの内容も確認することができます。で、あとシリアル番号であったり、先ほどのここですね SIM ロックモデルなのかどうかっていうのもここで確認することができます。はい、それからですね、個人で転売する場合にですね、もしかするとバッテリーの状態を聞かれることがありますので、同じく設定の最初の画面からずっと下の方に行ってもらって、ここですねバッテリーというのがありますので、ここをタップしてください。で、さらにバッテリーの状態というのをタップしていただくと、今現在ねその端末のバッテリー容量が表示されます。
まあ、バッテリーってね、だんだんと劣化していって、最初 100% だったものがだんだん数字が下がっていくんですけれども、もしかするとヤフオクとかメルカリで転売するときにですね、バッテリーの状態を聞かれることがありますので、その時はねこの数字を確認してください。はい、それではね初期化を始めていきますけれども、初期化するときにですね、 iCloud からサインアウトしたりする必要がありますので、iPhone がね通信できる状態であることが条件になります。 Wi-Fi やモバイルデータ通信ができる状態にしておいてください。で、方法ですけれども、同じく設定からですね、一般を押していただいて、はい、で一番下ですね、転送または iPhone をリセット、ここをタップします。で一番下ですね、すべてのコンテンツと設定を消去、これをタップします。はい、するとこういう画面になるんですけれども、で最初にお話したように、以前の OS だと Apple ID からサインアウトして、探すアクティベーションロックを解除して、それから iPhone のデータを消去するということをやっていたんですが、iOS15 からはですね、もうこれすべて一つの作業ですることができるようになりました。ここにね書いてありますけれども、消去すると Apple ID からサインアウトされ、個人データが削除されるので、この iPhone を安全に下取りに出したり譲渡したりできますというふうに書かれていますね。で以下の項目がこの iPhone から安全に削除されますということで、先ほどご説明した手順がすべて一括でできるようになっています。はい、それではね、続けるを押します。でここでパスコードを聞かれるので、この iPhone を使うときに入力していたねパスコードを入力してください。で次にね、データを iCloud にアップロード中というのが出てくるんですが、 iCloud バックアップがオフですって出てますよね。で僕の場合はもうすでに新しい iPhone にデータすべて送っていますので、このまま消去するをタップします。もしねまだデータ送ってないという方は、 iCloud にバックアップを作るなり、あるいはデータをね転送するなりしてから、それが終わってからですね、この作業を続けてください。で僕の場合はこのまま消去するを押します。でここで Apple ID をね次は聞いてくるんですけれども、これは先ほどご説明した探すとアクティベーションロックをオフにするために聞いてきています。で探すとアクティベーションロックはこれ解除しないとですね、次に渡した人が使えないので、これは必ず解除してください。はい、で入力したのでリターンをします。はい、するとねこういう画面になります。でここで皆さんは下の赤字のとこですね、 iPhone を消去を押せばこれでねもうデータの消去が始まるんですけれども、僕はですね探すとアクティベーションロックをオフにする、これができているかどうか確認するためにわざと右上のオフにするを押してみました。はい、するとね元の画面に戻るんですね。でもう一度下のすべてのコンテンツと設定を消去を押します。するとねまたこの画面に戻るんですが、探すとアクティベーションロックですね、その項目がなくなっております。完全にね解除できているということが確認できます。で続けるを押してやって、またパスコードを入れます。はい、そうすると、こういう画面になりますので、このまま消去するをタップ、するとまたねこの画面に戻るんですね。で iPhone を消去、これを今度は押します。はい、するとデータの消去が始まりまして、約2分ぐらいすると、はい、このねヘローのマークが出てきましたので、これでねもう完全にデータが消去されました。でここにですね i マークがありますよね。初期化してもですね、ここを押してやるとこういった風にですね、この機種のデータが出てきます。でさっきデータを消去する前にね確認してくださいって言った IMEI もここで一応確認することができますので、先に確認することを忘れたという方も IMEI に関してはここでね確認することができるので安心してください。はい、古い iPhone のねデータの消去は以上なんですが、あとですね、まあこれはお好みなんですけれども、新しい iPhone の方でね一つやってほしい作業があります。で設定の画面から自分の名前をタップしていただいて、下の方ですね、ここにですねずらっと自分の端末のね名前が出ております。はい、でこれ何かというとですね、自分の Apple ID が使われている端末名がずらっと並んでいるんですね。で先ほど iPhone 11 Pro も削除したんですけれども、ここからはですね自動的に削除されません。
ですので、ここに iPhone 11 Pro がまだ残っているんですが、これをタップしてやって、はい、でアカウントから削除、これを押してやってください。はい、これでね iPhone 11 Pro の名前が消えました。作業としてはねここまでになります。はい、いかがだったでしょうか、ね、今までと違ってね結構簡単ですよね。もう本当にね手順はもう一通りだけ、あちらからサインアウトして、こちらからロック解除して、そしてデータを消すっていうようなことがしなくてよくなったんですね。一つの操作で全てね初期化することができるようになりましたので、本当にね簡単になりましたよね。でこの iPhone 11 Pro なんですけれども、はい、ご覧のようにねこんにちはっていうのが、これ何語か分かりませんが出ている状態ですね。この状態で僕の場合は妻に渡したいと思いますけれども、あとですね先ほどの操作の動画の中で言いませんでしたけれども、ないとは思いますが SIM がまだ入っている方ね、抜き忘れることないようにお願いします。それから表面にね保護ガラスを貼っている人は下取りに出す前にねそれを剥がしておいてください。いや本当にね iPhone 11 Pro 僕は思い入れがいろいろあるんですけれども、なんかねたとえ妻に渡すとはいえちょっと寂しいなと思いつつ、今までありがとうの思いを込めてですね、最後これですねキョンセームで磨き上げてから引き渡そうと思っています。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。